史実は小説よりきなりタイム、始まりだぜ。始まりだわ。今回も貴重な映像をアメリカから入手したので、解説も加えながら説明しようと思うんだぜ。ほんとアメリカってしっかり記録してるわね。で、今回は何の記録映像なんだ？戦時中、軍港に待機中に米軍の攻撃を受け、大破して無残な姿となった歴戦の軍艦たちだぜ。戦争が終わった直後の1946年に撮影されたもので、それまで華々しく戦っていた軍艦たちが戦争が終わり解体を待つだけの悲しい最後の姿だぜ。戦艦や空母の写真や動画って戦闘時や航海時のものばかりだけど、完全に大破した悲しい最後の姿の映像って珍しいわね。今まで幾度となく戦場を駆け抜けた彼女らの最後、ぜひとも目に焼き付けたいんだ。よっしゃ任せろ。ほんじゃしきみ、いつもの頼む。この動画はゆっくりぷチャンネルの提供でお送りします。さて、歴戦の軍艦たちの悲しき最後、まずは空母 UFO だぜ。潜水母艦から空母へと変身し、最新装備をつけてもらい、最後は航行不能になっても頑張ったのに、戦争が終わったら無用の長物、解体されて戦後復興の資源となっていくんだね。諸行無常だわ。お次は従順洋艦青葉。戦時中はソロモンやレイテで大活躍したのに、こうして錆びついて破損した姿を見ると、何とも言えない悲しい気持ちになるわね。どんなに勇ましい軍艦でも壊れてしまったらこうも虚しいのか。お次は戦艦ヒューガトイセ。
本当に長い間お疲れ様でした。30年という長きにわたっていろいろな作戦に参加し、改造を経て視線をくぐり抜け、最後は動けなくなっても戦い続けた彼女らの勇姿、兵器とは異様が見たくなるんだ。お次は空母アマリだぜ。やっとの思いで建造された時にはもう空母としての活躍ができず大橋横転、錆びついて破れた艦隊からは日本海軍の威厳は感じられないわ。悲しい姿だわ。日本で最も多くの海戦に参加した戦艦パルナの亡骸もあるぜ。本当に思うんだけど、ただの兵器のはずなのにまるで意志があるように感じる。それくらいこの春菜の数奇な運命を見てると思うんだわ。最後の最後まで本当にご苦労様。今もその魂は形を変えて日本のどこかにいるのかな。そして最後に、名称ははっきりとは不明だが、あの激しい戦争で活躍し戦い抜き、そしてその骸を横たえる数々の軍艦や輸送艦たちの映像も見ていこう。
うしていろいろな軍艦たちの悲しい最後を見てると、戦争がようやく終わり過去のものになった気持ちと、頑張ってくれた彼女たちの王子を思うと悲しい気持ちになるね。でも軍艦たちのこうした姿を見られたのは貴重だったわ。ありがとう。いえいえだぜ。今回の動画はここまでだぜ。この動画が良かった方は、グッドボタン、チャンネル登録もお願いします。Twitter リンクもチャンネル概要欄にあるので、よければフォローお願いします。ほんじゃ、バイバイ。